Come on! Yeah! What happens on February 3rd? February 3rd! 2月3日ですね。ですね、はい。この格好で皆さんは分かっていると思いますけど、2月3日は節分の日ですね。Okay, are you ready? Oh, sure! Alright!、うん、Evil out! 鬼は外Happiness in! おぉ、クラウチ Ouch! 辛いですね。そうですね。どうも、you know a lot about throwing beans, right? そうですね。節分について、まあ、豆まきについては、まあ、ちょっとだけなら知ってます。なんか豆知識ありますか？豆知識ですか？豆だけに。そうですね。豆知識。なんか聞いた話だと、京都の方だと、イワシを、まあ、魔除けとして食べるらしいですね。なんでだろう。なんでですかね。面白いですね。面白いですね。はい。千葉もなんか違うんですよね。千葉はなんかその豆、節分の豆はピーナッツを投げるっていう話ですね。ですね。なるほど。アメリカ人にはそっちの方が向いてるかもしれませんね。そうですね。でもアメリカはね、こういうのはないですよね。そうですね。確かに。立春とか、まあ、スプリングエクイノックスですかね。英語で言うと。でもそれをお祝いすることがないですよね。We don't celebrate that in America. Most people don't anyway. So, when I first came to Japan and I heard about throwing beans, I was really surprised. そうですね。初めて日本に来た時に豆投げるって聞いてすごい驚いたらしいですね。I didn't know what they were doing. 何をやってるか分かんなかったと。Yeah, it just seemed very strange to me. とても、まあ、奇妙な光景に映ったということですね。ね。ところで、トモ、how do these taste? Taste? Are they good? Pretty good. Yeah, I like them. で、とても美味しいですね。ねえ、Okay. Well, I hope you have a great, bean throwing ceremony. 皆さんがとても素晴らしい豆まきの行事を迎えることを願っています。はい。Okay, take care. We'll see you again soon. See you again. Bye. Bye.はい。まあ、豆も美味しかったんですけど、やっぱり私は、こっち、恵方巻きの方ですかね。今でもね、関東でもやるようになりましたよね。そうですね。本当にありがたいです。こういう食べる祭り大好きです。美味しいですよね。美味しいですね。What are you scared of? What am I scared of? はい。怖いのは何ですか? I'm scared of my wife. What about you?Me too, pretty much. I see. Okay. そうです。All right. じゃあ、鬼は外。鬼は外。母は外。ダメだよ。やばいよ。まあ、見ないでしょ。見ないですよね。